うわー、だいぶ水引いたな。水は引いたが我は引かず。今日も投げさびきでワカサギ釣りに来ちゃいました。これね、ほら、だいぶ水引いちゃったよね。もう1メーターぐらい引いたんじゃないでしょうか。このまま冬の水位に移行しちゃうのかな。どうなんだろう。お、なんか猫の声が。おお、こにゃんごらが来ました。おお、3匹出てきたね。3匹出てきました。もう1匹トラがいないな。じゃあよ、今日もよ、この極馬のでっかいやつ開けてやるからよ、待っててね。お、もう1匹も出てきたな。よっしゃ、これで4匹揃ったぞ。じゃあよ、ほら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 、これほら、これだ。あ、他のどうした。ガーがいたここもね、なんとなくもう水たまりになっちゃいましたよ。ずいぶん水引いちゃったね。ああ、港ではね、ワカサギかな、なんか釣ってる人が何人か見えますね。それではね、今日も使う仕掛けはこのワカサギ用の仕掛け、それにこの紅白のおめでたい刺し、これを餌にします。この1号の磯竿を使って投げさびきで釣ります。あー、雨が降ってきたよ。小雨がパラついてきました。おお、釣れた釣れた、釣れました釣れました、ワカサギが釣れました。紛れもなくワカサギですよ。はい、また釣れました。釣れました、ワカサギです。おー、また当たりました。なんか当たったぞ。よしよしよし。おー、お、ワカサギじゃないな。なんかワカサギより大きいよ。オイカワカ、なんだ、ハスかな。はい、釣れたのは及川でした。おっしゃよ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 っしゃ、また釣れました。またまた正真正銘のワカサギです。やりました。夕方になってね、雨も上がったけど当たりも全然なくなっちゃいましたね。もう今日はこれにて納棺にしましょうか。おー、ニャゴラー、おーい。だよ、ほら、はい、はい、どうぞ。ほら、まだあるよ。はい。
い、今回持ち帰った釣果はこれです。ワカサギがこのように9匹、まあ筒抜けしなかったんだけどね、まあ9匹釣りました。それに及川が4匹、ちびっこいハスの子供が1匹、これだけ釣れましたよ。よかった。それでは今回の料理コーナーはこのワカサギの燻製を紹介しようと思います。ワカサギを燻製にするときには丸のまま腹わたも出さないでそのまま燻製にしてしまいます。それではまず最初にいつものようにお腹を押してうんこを出しましょう。ほらね、こうね出ました、黒いのがね、プリッと。これを出してそれからきれいに洗います。適当な濃さの塩水を作ります。この中にきれいに洗ったワカサギを入れます。1時間ほど入れておきましょう。はい、1時間経ちました。そうしたらですね、これをこう塩水から出してですね、こうステンレスの針金をこんな格好にね、こう加工したものを用意してですね、こんな感じでこう穂差しみたいな感じにね、こう差し通してですね、流しの上にしばらくぶら下げておいて水気を切ります。網の上とかまな板の上に並べて水気を切ってもいいんですけどね、まあ、私はこんな方法でやってます。燻製を作る場合には半乾きになるくらいまで水気はよく切った方がいいです。はい、これで一夜干し程度にまで乾燥しました。そうしましたら市販の燻製作り機を使って燻製にするのですが、私はホームセンターで購入した燻製作り機を自分なりに改良して使っています。燻製作りの動画は以前にも何本かアップしており、燻製作り機をどのように改良しているのか、また燻製の作り方を詳しく知りたい方はぜひともそちらの動画をご覧ください。どうかな、どれ、お、できてるできてる、結構うまくできてるんじゃないですか。これ裏返してみるとほらできてますよ。はい、できました。これだよ、ほら、なかなかうまそうっていうか、これね実際うまいんだよ。何はともあれ早速食ってみましょう。じゃあね、これ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 をいきますね。いきます。なかなかいい味が出てます。このね、ワカサギの燻製っていうのは腹ワタが入ってるところがいいんだよね。で、腹ワタ出しちゃダメなんだよ。腹ワタがうまいんだ。じゃあね、もう一個いっちゃおうかな。もう一個ね、これはね、もうね、知る人ぞ知る川魚料理の一品です。うん、徐々にうまい。それではそろそろお酒いってみますか。今日のお酒はこれ、バーボンですよ。アーリータイムズ。でもね、これ見てくださいよ。うわ、しょぼ。こんだけしか入ってねえの。あらら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 。アーリータイムズの後ろに何かがアーリー。なんちてこれね、鳥貝。いつだったか視聴者の方から送ってきていただいたやつね。これがまだほら、ボトルに半分ぐらい入ってんですよ。これもやっちゃいますよ。そうとわかりゃ、かまうことはねえ。こいつは全部飲み干しちまおう。まずはアーリータイムズをな。だーってほら、全部入れちまうよね。じゃあアーリータイムズロックでいきます。こりゃうまい、心にしみるぜ。それにしても今日の釣果のしょぼさはちょっと心にしみちゃったね。でもさ、釣れないんだからしょうがないよね。それにね、このワカサギの燻製っていうのはなかなか美味ですよ。ワカサギ釣ったらね、今度ね、絶対試してみてください。嘘は言いません。